こんにちは、原田純です。暑くなりましたが、皆さんお元気でお過ごしですか？昨日6月23日 NHK スペシャルヒューマンエイジ性の欲望っていう番組が放送されたんですけども、ご覧になりましたでしょうか？面白かったですね。バーチャルセックスの話をしていました。人間の性欲っていうのはどういうものかっていうことを、探求している番組なんですけども、男性はポルノ依存、女性はその AI の画像に出てくる、理想の男性像みたいな、ちょっとイケメンの筋骨隆々の、男性と、AI を通じて会話して、でもう本当にリアルなその性関係っていうのは必要ない、リアルな恋愛は必要なくなっている男の人や女の人の話を特集してました。ですごく面白いなと思ったんですけれども、女性の、バーチャルセックスの相手っていうのは割とこう NHK の画面上で流されているんですね。それは君は素敵だよとか、君にはどこも悪いところはないとか、君には僕がついているとか、そういうもう本当に甘い完全自己肯定してくれる映像なんですよ。で、男性のはほとんど出なかったんですけれども、おそらく NHK 的に流せないほどハードなセックスをしている、ポルノビデオに依存してるんだと思うんですね。で、それ面白いなと思ったんですけど、日本も AV 大国なので、男性の中には AV ポルノ依存という風になっている人がかなりいるんじゃないかなと思いました。で、男の人はそういう風に、割とハードなセックスですよね。そうすると、普通のセックスでは全然満足できなくなってしまうそうです。それ脳の依存症なので、ドーパミンが、出て、もうそれでしか快楽を感じられなくなるんですね。男の人も女の人も実は同じで、脳内の要するに妄想を働かせることで、性的興奮をかきたてているんですよね、人間って。だから妄想が非常に大事なんですよ。だから妄想だけで良くなっちゃうっていうことなんですね、結局。で、男の人はよくあるように大きなペースで女性を貫いて、女性を夢中にさせる、女性を征服するっていうのが、一番一般的な妄想がそういうものになるんじゃないかと思うんですけど、女の人は愛してるよとか、君にはいつも僕がついてるよとか、そういう言葉で結局妄想をかきたてられてるわけです。男の妄想と女の妄想のすごい違いが私はすごく面白いなと思いました。で、この妄想がリアルでセックスする時にも実はすごく大切だっていう話を次回でしようと思います。今日はここまでにします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。